島崎レオカの成長した姿をね見ていこうかと思うんですけど、まあどの個体を見ていくかっていうのは、まあサムネの通りブラックナイトクロスで買ってきたベビーの成長をね見てもらおうかと思います。今年の京都ブラックアウトにてブラックナイトクロスのベビーを2匹購入したんですけど、まあ前回の動画見られてない方はぜひそちらを見てから今回どのようにブラックナイトクロスが成長しているのかっていうのを見てもらったらなと思います。一応どっかこの辺に画像はピッと貼っとくんで、まあ、URL の方も説明欄を置いとくんで、せっかくならベビーの時のブラックナイトクロスの姿を見てからこれ先進んでほしいかなと思います。ではね、どんな感じで成長してたのか見ていただこうかと思います。ではどうぞ。はい、ということでまず1匹目の方ですね。まあすくすくと成長しております。で見た感じね、まあ、気持ちまあハイイエローよりちょっと黒い面積が多いかなぐらいの感覚の成長ですね。まあ、ブラックナイトクロスっていうね販売名だったのでどこまでクロスされてるか分からないですし、まあ、どのクオリティのブラックナイトとクロスされてるのかも正直分からないっていうところなので、まあ比較的ねお安く購入してるんで、まあ、成長を見てたらいいかっていう、まあ、そういうノリで買った子ではあるんですよね正直。まあ、今後ね選別後輩できんやならそれでやっていこうかなっていう、ただそれだけなので、まあとりあえずねブラックナイトクロス安い個体ね悪いとは言わないです別に、うん、ただ黒くなっていくかどうかって言われたら正直わからんです。まあ今見てもらってる1匹目のねこの子もどっちかというともう灰色って言われたら灰色じゃないですか。なのでまあブラックナイトクロスってなってても全然ねこのままハイイエローにどんどん近づくそのパターンが多いかなって思ってもいいんじゃないかなと思います。まあそう言いつつも2匹目の個体見てもらうんですけれども、こちらです。なんか黒くないですかちょっとだけ、さっきの声にね。もうこういうパターンもあるんですよ。これ悩ましいですよね。ベビーの時ねそんな、まあ、ちょっと黒かったかなっていう感じやと思うんですけど、ちょっと大きくなってきてちょっとさらに黒、気持ち目立ってないっていうような色合いになってきております。まあ、まだまだねこれベビーヤングかな、うんって感じなんですけど、まだまだこれ模様の変化色の変化起きます。ここからまだ何回もね起きて最終アダルトになるまで結果こうでしたっていうのは言えないんですけれども、今のところちょっとさっきの子よりやっぱり黒の面積広がってるというか、うん、あるよねっていう感じに育っています。なのでブラックナイトクロスベビーで売っててもワンチャン夢はあるって思いながら、ただそのフルブラックとかにならないんですよさすがに、ならないですけど、うん、運が良かったらなんかミドルちょっと下ぐらいまでにはなるのかなみたいな、そんな感じの可能性もあるのかなっていう示唆をしてくれてる答えかなって思います、うん、でねこうやって2匹並べて見てみると分かりやすいとは思うんですが、まあ明らかにね1匹目の子の方がハイイエローチックでも2匹目はちょっとやっぱり黒の面積多いよねっていうような、そんな感じに仕上がってきています。まあ、仕上がってきてはいないか、まだまだ席あるんでね、まあ、こんな感じに色の変化が起きているっていう感じです。これからどう成長していくのか、今後もねご報告変化があればしていこうかなと思います。まあ、昨今ねやっぱりこうブラックナイトよく出回るようになって値段も結構落ちてきてっていう風になってきてますけど、やっぱりこうインブリード進んでいくと危険が出てるっていうのがねアメリカの方でも実際起きてるんで、もしね今後ブラックナイトやっていく方はアウトラインのことも考えてやっていかれることをおすすめはします。ということで今回の動画はこれで終わります。ぜひ Twitter、Instagram、そしてこちらのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた。